こんにちは、横道それ太郎です。さあ始まりましたハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで今回はですね、早速作品を発表していきたいと思います。今回扱うのはこちら、エドガー・ライト監督のベイビードライバー。来ましたね。これは僕個人的にオールタイムベスト級にですね、もう古今東西の映画全部合わせても10本の指に入るなというぐらいの、もしかしたら5本の指に入るかもしれないなぐらいの好きな映画ですね。まあ、いつもはね、その0のつく回、10回とか20回とか30回とか、そういう節目の回でオールタイムベスト級の作品を取り扱っているんですけども、今回はですね、その映画はちょっと好きな作品が多すぎて、40回目はまた別のね、オールタイム級に好きな別の作品を扱おうかなと思っています。で、ここでベイビードライバーを、行こうかなということなんですけど、まあ早速あらすじをちょっとご紹介しようかなと思います。幼い頃に交通事故で両親を失ったベイビーは、自身も耳鳴りが止まない後遺症を背負っていた。しかし、常に持ち歩いている iPod からお気に入りの音楽を流すと、天才ゲッタウェイドライバーに変身する。ベイビーは、あと1回の仕事で過去の借金を返済できるのだが、そんな中、行きつけのダイナーでデボラという女性に出会う。果たしてベイビーは足を洗い、デボラと幸福な人生を歩み出すことができるのか、といった、内容になっております。まあ、ジャンル的にはですね、ゲッタウェイドライバーものと言われるような、まあ、逃がし屋ですね。その、自動車のその専属ドライバーで、銀行強盗を、まあ、実行するチームがいて、それが銀行から戻ってきたのを逃がすという仕事をしている、まあ、主人公で、そういう意味では犯罪者なので、広い意味での、まあ、ハードボイルドものに入れてもいいかなという気がしています。なんですけど、まあ今回なんでこの作品を取り上げたのかというところなんですが、まあ非常にこの逃がし屋もの、ゲッタウェイドライバーもののジャンルの中でも、まあもっと広いハードボイルドもののジャンルの中でも、非常にこのフレッシュな主人公を据えているというところが、このね、映画から最新のハードボイルドの、可能性みたいなものを探ろうっていうこの10回の特集に合っているかなということでこの作品を選びました。で、どういうところがですねフレッシュなのかというところなんですけども、早速ちょっとあらすじを踏まえたネタバレなしの感想の方に今ちょっと踏み込みつつあるんですけど、このベイビーというですね、主人公、まあ、この名前がもうすでにその赤ちゃんっていうところから非常に特殊なのが、これもちろんこれ本名じゃなくてですね、コードネームみたいな。まあ、お互い本名を言い合わない犯罪グループみたいなのがいて、その一員ということなんですけども、このコードネームのベイビーっていうのは、そのままですね、赤ちゃん性っていうことともちゃんと結びついてまして、まあ、繰り返し、この主人公がある種その親離れできていないというかですね、まあ、過去にその交通事故で両親を失っている。で、父親はまあどうもその母親に DV 気味だったということで、全然父親に対するその、思い入れはないんだけども、まあお母さんはですね、すごい iPod を自分にくれたりとか、なんかお母さん自身も歌手をやっていたってことですごい音楽に造詣が深かったんでしょうね。というのもあって、まあベイビーがすごく音楽好きなんですけども、そういう趣味を作った。非常にこの、まあベイビーっていう主人公は母親に対して愛情を強く持っているというキャラクターなんですけども、まあそういう意味でちょっと赤ちゃん性があるというところですよね。で、まあ、それをどういうふうに描いているのかっていうのは詳しく後で論じていきたいと思うんですけども、まあ、これが非常に新しいですよね。やっぱりその、犯罪者、ノワール、ハードボイルドといろんな言い方されますけども、基本的には強く、タフな、まあ、まさにそのハードボイルドっていう言葉がもともと持っていた意味ですよね。その意味合いの、まあ、強くて、まあ、外側の世界に惑わされない男性っていうのが、まあ、もともと主人公として据えられることが多かったと。で、そこから、まあ、その、アドプンでも何回も扱ってるんですけど、70年代ぐらいにかけて、ネオハードボイルドという潮流が出てきて、必ずしも、その、今まで通りの完璧なタフガイっていうわけではない、まあ、いろんな障害を抱えていたりとか、まあ、マイノリティ性を持っている、弱さを持っている主人公っていうのが登場して、80年代女性探偵が出てきて、さらに多様化していくという流れがあるわけで、まあ、映画の方はどうなのかというところで、まあ、ただですね、その、前回前々回もボーダーラインで扱ったようにですね、まあ、あの
シリーズは、その、強い男性っていうのを描けなくなった現状に対して、もっとそのハード化するっていう、なんか逆にそっちで頑張るっていう方向でしたけれども、まあ一般的にはなかなかその方向性は難しいと考えられている風な傾向があるような気がしています。で、それに対して一個の新しいその可能性として提示したのが、タフガイじゃないと、赤ちゃんですっていう主人公を提示した、まあ実際にはまあアンセル・エルゴーとかやっててね、まあすごくイケメンな青年なんですけども、実質赤ちゃんみたいな主人公セーターなので、まあそこに男臭さみたいなものをこうなんか召集しているというかですね、中和して、結構ですね、女性が見てもどんな人が見ても楽しめるタイプの、まあ非常にポップな映画に仕上がっているというところが、まあフレッシュなところだなと思います。まあこういうタイプのその男臭さみたいなものを召集して見せるっていうタイプの作品っていうのは、まあいくつかありますね。まあ一個はその普通に女性の主人公を捨ててしまうっていうパターンもそうですし、あとディズニーのズートピアとか、ああいうまあそもそも人間じゃないみたいな、あれはしかも人間じゃないかつ女性っていうその主人公でしたけどね。まあそういういろんなタイプもあって、まあそのうちの一個としてベイビードライバーちょっと扱おうかなと思った次第です。でまあその簡単なざっくりした感想なんですけども、冒頭でもちょっと触れたんですけど、個人的にはハードボイルド以外のですね、全ジャンルの映画も含めてオールタイムベスト級に好きな映画で、まあ非常に傑作だと思いますね。まあよくね、西部劇の時代の馬ですね、カウボーイが馬に乗ってたのが、まあ都市を舞台にハードボイルドものになって車に乗り換えたっていう風な、まあ言い方をされることもありますけども、そういう車に乗り換えた、ハードボイルドヒーローの新しい可能性を切り開いているというところがあります。まあそれはさっきも言ったようにタフガイから赤ちゃんになりましたと。あと特徴としてはアクションミュージカル的なですね、演出っていうのをすごいやっていて、この映画音ハメがすごいんですよ。そのベイビードライバーは常にその、まあイヤホンをして iPod から音楽を聴いて、で車に乗ると天才ゲッタウェイドライバーになるっていうことで、車と音楽っていうのが、まあセットのヒーローなんですね。なので非常にこのポップなミュージックが常に流れていて、その中でまあカーアクションが展開されるんですけども、まあ特に冒頭6分間ぐらいのかな、カーアクションなんて非常に見応えがあって、これはあのソニーの公式 YouTube からですね、あの冒頭の映像見れるので、あの概要欄の方に URL 後で貼っときますけども、ぜひ見てほしいですね。なんでしょうね、ハンドルを切るタイミングだとか、あのブレーキを踏むタイミングだとか、が BGM のタイミングとリズムとピタッと合っているというところで、まあそれだけじゃなくて、あの映画の中の物語世界に流れているいろんなカーステレオの音だったりとか、電話をしているおじさんの話し声だとか、そういうのもですね、あの音楽とあのリズムと合っているっていう、その、まあ、メロディー的には合ってなくてもリズム的に合っているっていう演出がされていて、まあただその何気ないって言ったらあれですけど、まあたくさんお金もかけて工夫もしてますけど、まあ、普通のアクション映画だったら、まあ興味ないっていう人でも、この映画はですね、全然楽しめるものになってますね。で、車の色合いなんかも、まあ普通のノワール映画だったら、まあ地味ですよ。リアリズムを重視しているってこともあって、まあ目立たない黒とか白とか銀とかそういうボディカラーにしてますけども、もうベイビードライバーの場合は紫、赤、ピンクっていうそのビビッドな、もう非常にカラフルな色合いを使っていて、照明の使い方とかも赤とか青とかいろんな色合いを使っているので、まあ本当にその、なんでしょうね、グラフィックノベルを見てるみたいなポップな色使いっていうのがなされていて、今までのそのノワールものの色彩的な感覚とは全然一線を画すような、まあそれこそマーベルとか、DC コミックスのちょっとその、なんだろう、コミック映画を見ているようなカラフルな色使いっていうんですかね、そういうものも使っていて、まあそこもフレッシュなところなんですけど、まあまとめるとそのカーアクション、カーミュージカル、アクションミュージカル的な演出とそういうポップな色使い、あと音楽演出っていうところも含めて、まあ、ポップ化と様式化っていうところもこの作品の特徴で、これもですね、ハードボイルド映画というか、まあノワール映画の新しい形としてちょっと今後ジャンル化していく可能性もあるなという気がしていますね。例えば、他の映画で言うと、ジョン・ウィックとかも非常にこの、リアリティをある種捨てて、まあその、まあこれ殺し屋ものでキアヌ・リーブス主演なんですけど、どう面白いスタイリッシュなアクション演出を、まあパープルとかね、いろんなこの、
カラフルな照明を使って美しく見せるかっていうところに気を使っている映画なわけですよね。あとキングスマンとかもちょっとそういうなんか面白アクション演出みたいなものに命をこうかけてるようなところがあって、で非常にポップとノリが軽くて面白いっていうところも含めて、まあ、ちょっとこの3作に通ったものがあるなっていう気がしてるんですけども、まあ、リアリズムに対するちょっとその閉塞感っていうか、まあ、このままちょっとその、まあ、暴力的で不条理で出口がないみたいな作品を続けていくのはちょっと難しいのかなっていう風に感じた作り手が、まあ、こういうポップ路線に向かっているのかなという気はしていますね。まあ、もっともしかしたらそのマーベル映画の流星とか MCU の成功とかっていうのを受けてのポップ路線っていう可能性もちょっとあるのかもしれないですね。そういう部分で、まあ今触れましたけども、映像、音楽、美術、照明、そういった部分に非常にこの気を使っているというのに加えて、脚本も面白いんですよね、この映画。やっぱりその一番目につくのは、まあカーミュージカル的な部分なので、カーアクションとミュージカルの融合っていう部分が語られがちなんですけども、あと音楽の使い方とかですね。まあ、僕ちょっと音楽には疎いので、今回ちょっとその音楽批評的なものを期待されている方はちょっとごめんなさいって感じなんですけども、で脚本が非常に優れていると。で、優れた脚本って言った時に、やっぱりその難しいなんかプロットのツイストとか、ユージュアルサスペクツみたいなね、すごくどんでん返しがあるみたいなのとか、非常に複雑なテーマを扱っているとか、そういうのがこう思いつきがちなんですけども、やっぱこういうアクション主体の映画で、脚本がアクションを邪魔しない。だけど、カタルシスはしっかり与えてくるっていう、そういうですね、シンプルでかつ、複層的、きちんとその、キャラクターの心理と、テーマとっていうのをその層に分けて描いているっていう脚本、僕すごい好きなんですけども、そういうタイプの脚本の中でも、ベイビードライバーはかなりその完成度が高いというか、神がかってるようなものがあるので、ちょっと今回はですね、ベイビードライバーの脚本をメインにちょっと論じていこうかなと思っています。というかアクション部分なんですけども、音楽とのシンクロっていうだけでもすごいんですけど、カーアクション単体で見た時にも、どのカーチェイスも、シーンごとに全く違う、まあ、シークエンスごとに言った方がいいですかね、全く違う見せ場を作っていて、非常にパキッとメリハリがあるんですよね。で、ドリフトをキーってかけた時の煙がこう、モクモクモクって地面から上がったのが、非常にこのビビッドなね、ピンクとかレッドの車の車体の色に映えて美しいですし、もうそういうアクションミュージカル的な演出も含めて、誰が見てもはっきりわかる面白さっていうのを作ろうっていう、そういう一貫した意図に溢れていて、本当にまあこういう作品こそヒットするなっていう感じの、でも映画ファンが見ても面白いっていう凝った脚本になってますし、まあそのカーアクションも細かく見ても見せ場があるし、でも誰が見ても面白くわかりやすくしてやるっていう、まあ非常にこの現代的な作りかなって気がしましたね。いろんな人がやっぱりその配信とかを通して、まあ映画を見ると、そのレンジも広くなっているので、わかりやすくないといけない。けど、深く読み解く余地もあるみたいな、そういうこの全方位的な面白さっていうのが非常にある。そういう作品になってましたね。で、脚本的な部分に関して言うと、このゲッタウェイドライバーものっていうのは、まあ誰かに仕事を依頼された主人公のドライバーが、誰かをその後部座席に乗せて逃がしてあげるっていう、そういうまあ職業をしているわけですよね。なので、ある種のその受動性というか、受け身なんですよね。その主人公のキャラクターが。誰かに依頼されて命令されて、まあそれをしているっていうキャラクターなので、なかなかその職業的な部分だけで、ドラマが作りにくいっていう構造上の問題がここにあると思うんですよね。で、それをベイビードライバーはどうしてるのかという部分をちょっと、詳しい感想の方で語っていきたいと思うんですけども、ゲッタウェイドライバーもので言うと、まあ、エドガー・ライト監督もインタビューで言ってるんですけども、ザ・ドライバーっていうですね、1978年のウォルター・ヒル監督の映画があって、まあ、これを非常にベースにしているというか、インスピレーション源にしているってことなんですけども、まあ、こっちの方がですね、ザ・ドライバーの方がハドプンで扱うには自然というか、非常にこのノワール調の主人公の心の動きとかが全然出てこない、セリフもすごい少ないソリッドな映画になっていて、まあ、逃がし屋を主人公にした結構元祖的な作品ということらしいんですけども、まあこれとか、あと2011年のニコラス・ウィンディング・レフン監督のドライブっていう、
まあ、これもドライブ公開された時すごく話題になりましたけども、っていうのはすごく、まあ、これもですね、かなりハードボイルド調っていうか、主人公の心理をぐっと抑えた作りになってるんですけども、非常に、ネオンノワールっていう言い方で紹介している YouTube の動画とかもあったんですけど、まあそのネオンカラーの美しいその夜の、まあ都市の光ですねっていうのを、まあふんだんに使ってるっていうことでそういう言い方をしてたんですけど、まあこれら二つが先行作として重要な位置づけになるんじゃないかなと思うんですね。ゲッタウェイドライバーとして。で、この二つが、じゃあその誰かを逃がすっていうドライバーの受動性っていうのをどうクリアしているのかという脚本的な問題っていうのも、まあ、後々触れてみて、じゃあ、そこに比べて、ベイビードライバーどうしてんのかみたいな話もしていけたらな、と思っています。ちなみに、ニコラス・ウィンディング・レフのドライブも僕大好きなんですけど、まあ、これすごい話題になったのはめちゃめちゃ暴力的なんですよね。しかもなんか理由もなく暴力的みたいなところで、ちょっとなんか、スプラッター映画的なノリもあるっていうかね、主演は、ララランドの、ライアン・ゴズリングですね。まあ、ハードボイルド的にはナイスガイズのライアン・ゴズリングと呼びたいぐらいですけども、まあ、非常にドライブもいい映画なのでね、いつか単体で扱えたらいいなとは思いますね。で、それを踏まえて、じゃあベイビードライバー何をしているのかっていうんですけども、まあ、ちょっと予告的に話をしてしまえば、車っていうモチーフですね、道具を象徴的に使った物語展開っていうのを、うまく利用して映画のアクションに深い意味を持たせているということをやっています。なので、起きている事件は非常にシンプルなんですけども、きちんとですね、その主人公のキャラクターの心理の変化は描かれていると。映画は前進しているっていうことをやっていて、まあ、こういうのがまさに映画的な脚本と言っていいと思うんですよね。言葉でそんなにたくさん説明するわけじゃないのに、アクションシーン自体がきちんと主人公のドラマを前進させていると。まあ、みんなこれをやりたいんですけど、なかなかうまくやれないっていうところで、まあ、非常に参考になる映画かなっていう気もしますね。まあ、あと細かいところなんですけど、ヴィランの立て方ですね。こういうアクション映画って、やっぱり敵役が立ってないと全然面白くないんですけど、なかなかその、まあ、強い男性っていうのを描くことが難しくなってきたっていうこととパラレルで、強い敵役、ボスキャラっていうのを作るのも難しくなってきたという部分があって、どう主人公と対立することに説得力を持たすのかっていうことが結構工夫として求められると思うんですけど、ベイビードライバーは結構意外な敵役が最後、主人公の前に立ちはだかってくるんですけども、そのチョイスもいいし、理由もいいし、意外性と納得感が両方あるっていう作りになっていて、これは僕めちゃめちゃ当時映画館で見ていて、まあ、こいつと戦うのかっていうのですごいワクワクしましたね。まあ、あえてそこは伏せておこうかなと思うんですけど、まあ、非常にヴィランもいいというところですね。はい、それでは、まあ、詳しい感想の方に入る前にもうちょっとだけですね、まあ、好きなシーンとかも紹介しつつ、あらすじを補足していきたいと思います。で、ベイビーはですね、ドクっていうケビン・スペイシーが演じている、まあ、犯罪者のなんか元締め的なやつに顎で使われてドライバーの仕事をしているんですけども、このケビン・スペイシーとの、まあ、慣れ初めみたいなものがあって、なんでね、ドクがそのベイビーを見出したのかっていうことなんですけども、まあその冒頭のあらすじで説明した通り、幼い頃の交通事故で、まあベイビーは両親を失ったわけなんですけども、そこからですね、まあどういうわけか車を盗んでは、カーチェイスを繰り返すっていうですね、まあ天才的な子供ドライバーとして暗躍していたと。まあこれが10年前ぐらいのことだっていうふうにドクは語っているんですけども、その時にたまたまドクが、麻薬を密輸していて、麻薬を積んだ車っていうのをベイビーが盗んでしまったと。で、ドクが、まあ、そのベイビーを捕まえて、まあ、そのドクの仕事に損害を与えたということで、そのベイビーの特技ですね、天才的なドライビングスキルを使って、10年間も一緒に仕事をして、その、借金の返済をしているという関係性なんですよね。まあそういう説明が冒頭のカーアクションの後にあるんですけど、僕がまあこのドクとの絡みですごい好きなシーンは、Was he slow? っていうセリフをドクが言うんですけど、まあこれは、やつはとろかったかみたいな感じなんですけど、一緒に仕事をしたグリフっていうキャラクターが、
ベイビーの、非常に無口で常にイヤホンをしていて、しかし天才的なドライビングスキルがあるっていうところを、まあ、怪言があってドクと会話をすると。で、そこでさっきの、まあ、ドクの説明があるんですけど、まあ、その中でドクが言うのが、Was he slow? っていう説明で、奴はトロかったか?いや、トロくないだろ?奴は相当早かっただろ?みたいなニュアンスで言うんですけど、それをですね、ベイビーは、テープレコーダーを常にちっちゃいやつを持っていて、録音していて、それを自宅に持って帰ってミックステープを作るっていう趣味があるんですよね。で、自分についてそのドクがまあ褒めてくれた Was he slow? っていうまあセリフをリミックスしてドゥ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 っていうそのすごい面白いリズムを作って、そこに Was he slow? っていうそのセリフを被せていくっていうまあミックステープを作るっていうまあ作曲シーンみたいなのがあって、ここは非常に、まあ、ベイビーのキャラクターを説明する描写になっているのかつ、実はですね、後半、とんでもないことにこのミックステープが利用されるっていう伏線にもなってるんですけど、そこはぜひ映画を見て確認してもらいたいですね。で、まあ、なんやかんやで、ベイビーはそういう感じで仕事をこなしていて、そこでバッツっていうですね、非常にこの頭がぶっ飛んだ気候がすごい、人物がいるんですけども、銀行強盗の。まあその銀行強盗のメンバーとの仕事もなんとか乗り切って最後の仕事を終えるということなんですけども、でそこで、まああらすじでも言ってたデボラっていう女の子と出会って、まあ結構いい仲になっていくんですけども、二人でデートしましょうっていうシーンがあるんですよね。でそこでこのデートの誘い方も面白くて、バッツとは別のメンバーでバディとダーリンっていう恋人同士の男女ペアの銀行強盗がいるんですけども、その二人が、まあ、仕事を終えたお祝いに一杯やろうっていうので、まあ、なんだろうな、高級レストランみたいな名前を口走っていたのを、ベイビーは、聞いてるんですよね。盗み聞きしてて、で、それを、まあ、ちょっと背伸びして、この辺だとあの店がいいからさ、みたいな感じで、デボラに行って、連れていくっていうところが、まあ、ちょっと可愛いというところで、ここも結構好きなんですけども、まあ、アンセル・エルゴート相当イケメンなので、まあ、下手をすればですね、ちょっと嫌な感じの、キャラクターにもなりかねないところを、こういう可愛い描写があるところで、まあ、男性も女性も結構可愛いなっていうので、共感して見れるっていう、うまいバランスをとってるなっていうキャラクターになってますよね。で、そこの、まあ、二人でデートしましたっていう、そのレストランのシーンで、僕がすごい好きなシーンがあるんですけど、なんとですね、その、まあ、やっと最後の仕事を終えて借金を返済して縁を切ったと思っていたドクがそのレストランでまあ謎のミーティングをしているところに出くわしてしまうという再会シーンがあるんですよね。で、お勘定はあちらの方がすでに済ませておりますみたいな感じで言われて、誰だろうって思ったらケビン・スペイシーがうっすみたいな感じでこっちに手を振っていて、いやうっすじゃねえだろうみたいな、こっちからすると二度と会いたくないと思ってたのにすごいニヤニヤしているんですよね、そこに。で、ちょっとごめんね、みたいな感じでデボラに行って、その、ドクと話をつけに行くと、まあ、最初はちょっとした世間話から始まるんですけど、要はですね、私たちは友達だろってそこで言うんですけど、まあ、縁を切ったと思ったかと、お前みたいな天才ドライバーを手放すわけがないだろうがというようなことを言われるんですよね。で、明日からまた仕事があるから。で、借金はないけども、まあ、脅しですよね。車椅子に乗るのと、車に乗るのどっちがいいっていうことなんて言うんですけど、まあその、まあ、仕事断ったら半殺しにするぞっていうことですよね。って言われて、もう、ベイビーとしてはもう、しょんぼりですよね。ようやくもう足を洗えたと思っていたのに、私たちは友達だろうなんてこと言われて、また仕事をする羽目になるっていうシーンで、まあ非常に怖い。ケビン・スペイシーの、まあ一見ね、ただのその、イギリス紳士というか、まあ、ジェントルメン風のスーツをビシッと着た外見なんだけれども、何かこう人に有無を言わせない迫力みたいなものがある。怒らせたらとんでもないぞって思わせるようなものがあって、まあ、そこの演技もいいですし、まあ、後々判明するんですけど、このドクっていうキャラクターが、まあ、この時点でなかなかそこが見えない。けれども、私たちは友達だろって言ってるのがね、あながち嘘じゃないんですよね。このドク的には。っていうのが後々分かってくるんですけど、結構そのベイビーに対して、まあその子供の頃に出会って育ててきたっていうところもあって、かなり親心も持っているってことが後々判明するんですけども、ベイビードライバーはね、そういうキャラクターの描き方がうまいですね。まあこういうやつだろうと思ってたらそうでもないよみたいな、結構その深みを持っているっていう、立体的なキャラクターのその描写っていうのがうまくてですね、もう、
嫌なやつだけど、この憎めないなーみたいな感じが非常にうまくてですね、もう、ドクっていうキャラクター僕大好きですね。見れば見るほど好きになってきますね。ただこのシーンはめちゃめちゃ怖いですけどね。っていうので、また再びですね、銀行強盗チームと合流して仕事をすることになるということで、今度はですね、さっき言ってた頭がぶっ飛んでいるバディというですね、気候がすごいやつがいるんですけども、それと、バディとダーリンですね、さっきのその、恋人コンビの銀行強盗っていうその3人と一緒にまた仕事をすることになるというところで、まあ一回バディとダーリンとは仕事をしていて、もう一回、まあバッツとももう一回なのかな、まあもしかしたら映画で描かれてないところでは何回かやってるのかもしれないけれども、まあでもバッツとは初対面って感じでしたね。でそこでですね、バディと、面白い会話をするんですけども、まあ、その、耳鳴りが止まなくて、それを抑えるために、音楽を常に聴いているんだってことをですね、バッツはすでに聞いていて、バディにそのことを話すと。で、バディとダーリンは、おそれ初耳だな、みたいなリアクションをするわけですよね。で、バディが、なるほど、逃避か、っていうことを言うわけですね。エスケープかと。まあ、わかるよっていうふうに、なんか理解を示してくるんですよね。で、ベイビーの方に近づいていって、まあ、ベイビーがちょっと身構える。何かなっていうふうに身構えるんですけど、俺も若い頃音楽を聴いて、暴走していた時期があったと。で、お気に入りの一曲があって、それを聴くとすごく興奮したんだと。いうようなことを、まあ昔話をしてくるんですね。で、お前にもそういう曲があるだろうっていうふうにベイビーに聞く。で、ベイビーが、うん、あるよと。クイーンのブライトンロックっていう曲がすごい好きなんだと。言うと、バディが、ブライトンロック？マジで？と。すごいギターソロがあって兄貴が夢中になってたんだよ。え、聴こうよ聴こうよって言って、イヤホンを片耳ずつシェアして一緒にブライトンロックを聴いて、いやーかっこいいねみたいな感じで聴くっていうシーンがあるんですけど、これすごいいいシーンですよね。まあこのベイビーとバディの絡みっていうのは、まあほぼほぼそんなに多くない 2,3 シーンくらいしかなくて、仲良くなるシーンっていうのはこの1シーンだけなんですけども、それだけでこのバディのその、まあ大人な非常にこのいいやつですよね。結構そのみんなに何選ぶってんだよみたいな感じでね、汚れ仕事は人に任せて、お前は車の中で待ってるだけか、みたいなこともバッツが言ったりするんですけども、まあそういうちょっと嫌われ者の浮いている犯罪者仲間の中で浮いているベイビーに近寄ってきてくれるというシーンで、なんか観客的にもですね、バディいいやつだなーっていうふうにこう好きになるシーンなんですよね。で、これがまた後半に効いてくるということで、非常に無駄のない構成になっていますね。それから、まあその4人のチームですね、バディ、ダーリン、バッツ、ベイビーの、まあ郵便局を襲うっていう非常に大きな仕事をやろうとしてるんですけども、まあそれが中盤以降どうなっていくかということで、まあそのまま第2幕第3幕に突入していくんですけども、まあそこは伏せておくとしてということで、ちょっと詳しい展開はそのあたりにして、ネタバレなしで、もうちょっと詳細な感想の方に入っていきたいと思います。で、先ほども触れたんですけども、まず、ゲッタウェイドライバーっていうジャンルですね。ゲッタウェイドライバーものの脚本的な難しさっていうのはどういう部分にあるのかと。そしてそれをベイビードライバーどういう形でクリアしているのかっていうような話をしていきたいと思います。まあ、先ほども触れたんですけども、やっぱゲッタウェイドライバーっていう職業の脚本上の問題は、まあ、仕事を誰かに依頼されてその人を逃がすっていう設定的な受動性にあると。まあ、非常に受け身なキャラクターなんですよね。なので、まあ、脚本のその理論書とか、どれを読んでもよく書いてあるのは、主人公に主体的に行動させなさいっていうことを言ってるわけですよね。まあ、1幕目、映画を3分割して3幕構成で考えるっていう考え方が結構普通なんですけど、1幕目のまあ、その前半3分の1あたりは主人公が受動的でいいですけども、2幕目に入ってからは、主人公がまあ自分の目的を自覚して積極的に行動しなくちゃいけないっていうのはまあよく言われますね。それで言うと、やっぱりそのゲッタウェイドライバーはずっとこの仕事上の、なんだろう、職業倫理に忠実で言われたことをやるっていうだけのプロットにしちゃうと、ともすると主人公が自分から動かずに、なんか仕事をスーッとなんかこなしてしまって映画がそのまま終わってしまうという可能性もあるわけですよね。なので仕事上で、車を使って誰かを逃がすっていうアクション以上の、物語上のアクションっていうのを、まあ、メインのアクションっていうのを中盤あたりでなんか用意する必要がある、別のところに用意しておく必要があるっていうところに、このジャンルのちょっと難しさっていうのがあるかなって気がしますね。
もちろん、この誰かに依頼される型の脚本っていうのは他のジャンルでもあって、それこそハードボイルドっていうのはもともとそういうジャンルだったわけですよね。まあ、レイモンド・チャンドラーとかダシール・ハメットが描いているような狭い意味でのハードボイルドっていうのは、まあ、私立探偵を主人公にしていて、その人のところに謎の依頼人がやってくると。で、その人がに言われた仕事をこなしているうちに、どうもこれは隠された別の謎があるらしいっていうより大きな事件に気づいていく。で、その事件に気づいてからは、まあ、依頼人の依頼っていうのを守りつつ、もしくはそこを離れて主人公の、自分自身の動機でその事件を調査していくというようなパターンが多いんですよね。まあ、もしくは、まあ、探偵物の場合は依頼人の方にメインのドラマがあって探偵っていうのはそれを手助けするみたいな形式もありますけども、まあそういう解決の仕方もありますよね。ただこのゲッタウェイドライバーの場合は、まあその仕事がね、その一瞬なんでパッと集まってきてパッといなくなるっていう、その一回の銀行強盗をスピーディーにこなすっていう仕事なので、なかなかその依頼人とロングスパンでこの深い関係性を築いてそこでドラマを作っていくっていうことがちょっと難しいジャンルだと思うんですよね。なのでちょっとその脚本上工夫が必要になってくるという問題があるんだろうと思います。じゃあ先行作品はどうしているのかというところで、1978年のザ・ドライバーを見ていくと、まあ、これはですね、まあ、前半はゲッタウェイドライバーもので、まあ、後半もその仕事が、きちんと描かれていくんですけども、メインのプロットになっているのは、むしろその、主人公カウボーイっていうコードネームというかあだ名で呼ばれているんですけど、このカウボーイを追う刑事との対決っていうのが、騙し合い合戦、あるいはまあ、カーチェイスでの直接的なバトルみたいなものが後半あったりしますけども、この刑事との対決ものになってるんですよね、中盤以降は。なので、まあその仕事上で誰かをその逃がすみたいなこととはまた別のアクションが用意されていると。2011年のニコラス・ウィンディング・レフン監督のドライブ、こっちはどうかというとですね、こっちはもうちょっとロマンスの要素が強くなってますね。で、むしろその、まあこれは内面的なドラマに近いんですけども、そっちの方がメインで、で、後半はまあゲッタウェイ・ドライバーっていうよりは闇社会との抗争ものみたいな、まあ、本当ハードボイルドものっていうか、どちらかというとビジランテもの的なですね、自警団ものっていうんですけど、ビジランテものって。要はなんだろう、その自分的な正義感に基づいて犯罪者とかを裁いていくみたいな、そういう、狼をさらばとか、そういう映画があるんですけど、まあ、それ系に近いような展開になっていくと。いうことで、これもですね、序盤の、まあ、仕事で車を使って誰かを逃がすっていうアクションからまた違うアクションにシフトしていくという構造があって、やっぱり何らかのそういう工夫が必要になるのかなという部分があるんだと思います。ではですね、まあ、この2作品とも両方とも中盤から車で誰かを逃がすっていうアクションから離れていっているということで、ベイビードライバーはどうなっているのかというところなんですけども、ここからですね、次のトピックに移っていきたいと思います。でベイビードライバーはですね、車っていう象徴的なモチーフを中心に据えた作劇をすることで、この問題を解決しているんじゃないかというふうに僕は思いました。どういうことかと言いますとですね、まあ、ベイビードライバーはザ・ドライバー、ドライブの2作に比べると、車で逃げる、誰かを逃がす、あるいは車を使わなくて単に逃げるっていう、まあ、そういうですね、逃げるアクションに非常にこだわって作られた映画だと思ってますね。つまりその車で逃げるっていうアクションを結構一貫して行っている映画だと思います。もちろん要所要所で、ガンアクションとかいろんな違うテイストのアクション入ってくるんですけども、後半はショーダウン的なね、車を使った対決みたいな展開もありますけども、基本的には車に乗ってなんか逃げるっていうことを非常に多く描いていると。で、そこからブレないようにしようっていう意思をすごく感じているんですけども、ただそれをやると、まあ、普通に考えると、まあ、ずっと車に乗って逃げてるだけって、これ単調になるんじゃないのっていうふうに思うわけですよね。なんですけども、この映画は全然そんなところがなくて、むしろ普通の映画以上に、こう非常にキャラクター悪、主人公の心理的な変化っていうのがメリハリがあって、きちんと描かれていて、で、それがアクションの盛り上がりとも一致していて、すごく語る必要があるっていう作りになってるんですよね。じゃあこれをどうやってるのかっていうと、車に象徴性を持たすということをやっているんだと思います。つまり車っていうモチーフが、ただの物体としての車っていうんじゃなくて、ベイビーっていうキャラクターにとって、非常に個人的に
深い意味があるんだよということをですね、要所要所で描いていってる。でしかもそれがそのストーリーを通じてちょっと意味合いが変化しているっていうことをやってるんですよね。なので同じ車に乗る、逃げるっていう行為をやっていても、そのシーンシーンで実はベイビーにとってその主観的な意味合い、心の中での意味合いっていうのは全然違ってるんですよっていうことをやっているんですよね。でそれはまあある意味ちょっと難解ではあると思うんですけど、その積極的に観客がそのことを感じ取らなければ主人公の心理的な変化っていうのは理解できないので、ある意味ちょっとハードルが高いことをしているとも言えるけれども、それにひとたび気づくと非常にこのベイビードライバーのドラマっていうのが起伏を伴って見えてくるので、ちょっとその点について、解説というか指摘していきたいと思います。まあ、ではまず最初に車に乗るってことがどういう感じで描かれているかというとですね、冒頭のカーアクション見てもらうとわかるんですけども、ベイビーがやってることっていうのは、まあ、車を止めて、銀行強盗をやって他のメンバーが戻ってくるのを待つ。その中でベイビーはイヤホンで、ベルボトムズのお気に入りの曲を聴いて、そこに口パクでアフレコしたりとかしてノリノリで曲を聴いているっていう描写から始まるんですけども、超余裕そうなんですよね。まあそこはまだベイビーの仕事じゃないっていうところもあるんですけど、まあ、車から遠巻きに見ている無敵のベイビードライバーっていうニュアンスが非常にある。で運転し始めてももう誰もそのパトカーも追いつけないっていう非常にこう無敵感がある存在として描かれてるんですけども、まあその後でまあ他のキャラクターのセリフで、お前はいつもバッツかな、バッツのセリフでお前はいつも高みの見物で汚れ仕事は俺たちに任せているみたいな指摘がされたりするんですけども、要はここではですね、車っていうのはベイビーが現実から、非常に危険な現実から自分を守るためのシェルターとして、安全なシェルターとして、描かれているということがわかります。なのでベイビーっていうのはまあその車の中では無敵なんだけれども、外ではどうなんだろうっていうことがまあ観客の頭の中に疑問符として浮かびますし、まあ、その辺がですね後半生きてくる感じになります。そして、もうちょっとこの車っていうことがだんだん深く描かれていくんですけども、まあ、ドクの会話の中で語られるその交通事故の下りですよね。ここでまあベイビーのそのトラウマっていうのが明らかになるんですけども、まあ交通事故で自分がその後部座席に乗っていて、でイヤホンもしている状態でお母さんとお父さんが口論をしていて、そこで交通事故に、まあ前の車に衝突して二人とも亡くしてしまったという過去があるんですけども、つまり母の思い出とともに車っていうものがあるっていうことですよね。運転していたのは車で、母ですし、おそらくベイビーにとって車の中に閉じこもるってことは母の思い出の中に閉じこもるというか、まあお母さんの中に戻っていくみたいなニュアンスも多分あるんだと思うんですけど、まあベイビー、赤ちゃんっていうことも強調されてますしね。そういう、まあ母親の思い出の中に包まれている赤ちゃん的な存在っていうニュアンスがどうしてもあるというところなんですけども、ここでもう一つ面白いのは、そのバッツとの最初の仕事で、ヘマをしてしまったメンバーがいて、どうもそれをバッツが後々殺してしまったらしいっていう描写があるんですけども、でそれをトランクに、死体をトランクに詰め込んだ車を、まあ、毒に始末してこいって言われる描写があって、でそれをですね、ちょっと切なげに見つめながら、スクラップ工場でペシャンコにされていく様を見つめているベイビーという描写があるんですけども、まあ、これがまたいい味出してまして、要はですね、その、母親に、の思い出に守られている空間でもあると同時に、車というのは、その母親の最後の瞬間とも結びついているということで、彼にとって、非常に現実から隔たれた安全圏であると同時に、お母さんの死というものとも密接に結びついているのが、この車という空間なんだと、いうことを非常に強調したシーンだと思うんですよね。なのでこのまま多分ベイビーっていうのは過去に囚われていると行き着く先は死なのかもしれないなということもここでなんとなく連想するような、そんなシーンになってるんじゃないかなと思いますね。この両義性っていうのが面白くて、つまり車っていうのは2つの意味があると。ベイビーにとって非常に安全な場所であると同時に、まあそれはお母さんの思い出に浸れる場所であると同時に、一方でお母さんの死をフラッシュバックしかねない、自分自身にとって非常に危険な場所というか、まあ、母親の死というのを受け入れられていない存在なんですよね、ベイビーは。で、それを受け入れなければいけないかもしれない、
死の空間、死と密接に結びついた空間でもあるっていうことが、まあ、ここで示されていて、まあ、この車の何ですかね、両義性っていうかアンバランスさっていうのが非常に面白いですね。これは多分、もともと車に乗るっていうことが、まあ、一種その自分にとってのプライベートな空間がそのまま移動しているっていう快適な場所であると同時に、でも一歩間違ったら死ぬっていうですね、交通事故にあって死ぬっていう、その安全性と危険性が両方そもそもある乗り物だと。まあ、全部の乗り物がそうなんですけど、まあ、そこに起因している、まあ、そういう日常的な体験を拡大して、まあ、そういうモチーフとして使ってるんだと思います。そしてもう一つ中盤あたりで重要な描かれ方をするんですけども、そのデボラっていうですね、その、なんだ、ダイナーのウェイトレスをやってる女の子との会話の中で、まあ、ベイビーがね、ドライバーをやってるっていう、まあ、犯罪者を逃がすドライバーじゃなくて、リムジンのドライバーみたいなことだと、デボラは解釈してるんですけど、いいな、私も20号線を当てもなくドライブしてみたりしたいな、みたいなことを言うんですよね。で、最初見たとき、この20号線っていうのが何なのかよくわかんなかったんですけど、これは、インターステイト20っていうですね、週間高速道路20号線っていう風に略するらしいんですけども、要はですね、アメリカのその州ってめちゃめちゃ広いので、その州をまたいだ高速道路というか、幹線道路っていうのがあって、で、このインターステイト20っていうのは、東から西に南部をこの、橋渡ししてるような大きい道であるっていうことらしいんですよね。で、それを当てもなくドライブしたいっていうことで、まあ、車っていうのが、それまでは誰かに命令されて、まあ、誰かを逃がすっていう、その、道具であると。で、もしくは、その、まあ、お母さんの思い出の中というかね、ちょっとその、後ろ向きな存在として描かれていたのが、もっと自由なものとして、ポジティブなものとして、ここで初めて描かれるんですよね。はい。まあ、その、楽しみのために、目的もなくドライブするっていうか、ドライブすること自体を楽しむものとしての、その、車っていうのが、ここでなんとなく示唆されて、あそこにたどり着くことが多分その車的な意味でのゴールなのかなっていうことがここで分かってくるわけですね。まあ、さらに言えばそのインターステイト20っていうのは要するにその、まあ、ここでないどこかに続いていく道っていうことをまあ示唆しているんだと思います。まあ、アメリカっていうのは非常にこの国土が広いですから、他の州に行くイコールもう違う世界に行くみたいな、そういう象徴としてこの幹線道路っていうのを扱ってるんだと思いますね。他のハリウッド映画でもちょいちょい高速道路とかハイウェイっていうのが何か主人公にとって行きたいけど行けない場所につながっている憧れの空間につながっている、まあ、通路みたいなそういうモチーフとして扱われることって多いんですけど、まあ、ここでもそういう使われ方を踏襲しているっていう感じですね。まあ、それから冒頭で触れたこととも重なってるんですけど、バディがですね、とあるセリフで、とある場面で、この仕事が逃避なんだとしたら、やっぱり戻ってくるな、みたいなことを言って、ちょっとですね、ベイビーに、もうお前はこの仕事を抜けろ、みたいなことを諭すシーンがあったりするんですけども、まあ、逃避としての車ですね。まあ、つまりこれは、ベイビーが現実から逃げている。あるいはお母さんの死から逃げているっていうところとかかってきて、ゲッタウェイドライバーとして、物理的に逃げているっていうアクションと象徴的な意味合いですよね。彼にとってのその個人的な意味合い、何かから逃げているってことがまあ重なっているということが示されてますね。じゃあ、まあそういう逃避として車に乗っているベイビーが成長していくためにどうしたらいいのかっていうことが、モチーフから引き出されると思うんですけど、その車をやっぱり降りるしかないですよね。やっぱ彼にとってその現実からのシェルターなんだとしたら、いつかはその車から降りなければいけないということが、まあ当然の帰結として出てくるんですけども、実際そういうような展開になってくるんですよね。でもここで難しいのは、本当に降りちゃったらベイビードライバーとして成立しないじゃんということで、やっぱカーアクション映画として最後まで乗り切りたいわけですよね、映画としては。なので、ちょっとそこで、象徴的なテーマとの間で、齟齬が起きるというか、まあ、やっぱりその、車には乗るわけですよね、最終的に。乗るんだけども、一回車から降りて戻ってきた時のベイビーにとっての車に乗るっていうことの意味合いは、やっぱりその、変わっているというか、主体的に自由を得るために、その20号線に続く道に行くために自分はその車に乗るみたいな感じで、ちょっとポジティブなトーンで描かれてるんですけど、ここはですね、やっぱりその象徴性とプロットのその合理性がバッティングしているっていうか、
映画の都合的にはやっぱりその最後のクライマックスでベイビーが車に乗ってなかったら面白くないっていうので、どうしてもベイビーを車に乗せたいけど、象徴的にはやっぱりそのこういう風にあの車の意味合いっていうのを積み重ねちゃうと、どうしてもそのベイビーが車を降りなくちゃいけない方向にあの物語が進んでっちゃうんですよね。なのでちょっとここがバッティングしてはいるものの、うまくニュアンスとして描き分けてそこは逃げたなっていう僕は風に解釈していて、あのこの処理の仕方は結構うまいんじゃないかなと思いましたね。で最後にもう一つ、実は車だけじゃなくて音楽っていうのも象徴的なモチーフとして繰り返して描かれてるんですけども、その車と音楽っていう、まあ二つのイメージを結構大きい柱として繰り返し描いてるんですけども、それをどうバラバラにならないようにまとめてるのかっていうですね、ちょっと抽象的というか高度な話にはなってくるんですけど、そこについてちょっと触れたいと思います。まあ、結論から先に言ってしまうとですね、車のその象徴的なモチーフの意味の変遷と音楽の描き方の変遷っていうのが、まあ、重なってるんですよね。なので二つとも結局はベイビーにとって同じような意味合いがある、個人的に同じような機能を持っているっていうことを描いているので、だからバラバラにならないってことだと思うんですけども、まず彼が持ってる iPod っていうのは母親からもらったプレゼントなんですよね。なので、まあこれも生前の母親の記憶と深く結びついていると。で、耳鳴りを止めるためにそれを使っているっていうので、耳鳴りっていうのは、まあお母さんの亡くなった最後の交通事故が原因なので、母の死っていうのと深く重なってるんです。で、それを止めてるっていうことは、お母さんの死を受け入れられてないっていうことと、まあ重なってくる。で、まあ耳をイヤホンで塞いで現実から逃れているっていうので、これもまあ車から危ないね、現実から逃げているっていうところと重なってきますし、で、今度は音楽を通して現実を認識しているっていうような、まあ描写もいっぱい出てくるんですけど、先ほども言ったですね、Was He Slow のミックステープの件とかそうですよね。現実のセリフを音楽化することで自分にとって、まあ受け入れやすいものにしているっていうか、楽しいものにしている。あと、音はめして仕事をしているっていう描写もあって、まあ、強盗チームが銀行に入って戻ってくるまでの間を、ちょうどいい、その、曲の尺の、音楽を流して、自分的に気分を上げて、仕事をしたりだとか、で、そのリズムが合わないと、ちょっと仕事がうまくいかなかったりするっていう描写もあって、それも面白いんですけど、まあ、音楽を通してこの現実を認識することで、まあ、なんかちょっとその辛い現実からまた一歩距離を置いてるみたいなところも、まあ、車と重なってくるわけですよね、やっぱり。で、それから、まあ、結構重要なモチーフとして、途中でその、まあ、いろんなミックステープを彼が作ってる中で、ママって書かれた、金色のラベルのミックステープが一つあるんですけど、それを聴こうとして聴かないっていう描写がワンシーンあるんですよね、冒頭のところで。で、これが非常にさりげないけれども重要なシーンで、要はですね、これお母さんが生前その歌手としてレコーディングした曲が入ってるテープなんですけども、まあそれを聞けないお母さんのことを、まあ死を受け入れられないっていうような描写になっているっていうことですね。まあつまりこれを受け入れられるようになることがこの映画のゴールなんだなっていうことがなんとなく示されているということで、まあこれも結局そのイヤホンを外して、まあ、音楽をある種その、シェルターとして聴かなくなるっていう方向に物語を進めていく。まあ、そういう見えない力が働くわけですよね。で、実際その車を降りる展開と同時に iPod をまあ破壊されるっていう描写もあったりとかして、まあ、音楽と車っていうベイビーを守っていた二つの障壁が中盤で全部取り払われるっていう展開になります。でも、それだと映画としてやっぱりクライマックス成立しないので、やっぱ音楽と車に戻っていくんですけど、まあそこはねちょっとうーんっていう、そのまた象徴性とそのプロットがバッティングしている部分ではあるんですけど、まあ最後にうまくそれを処理して耳鳴りが再発するっていう描写があって、要は耳鳴りっていうのはその死と結びついているということなので、まあお母さんの死をもう一回再現するみたいなことですよね。で、そっからみたいな描写もあったりとかして、まあうまいこと処理してるとは思います。はい。っていうことで、あと一つ重要なのが、まあその車も iPod もその交通事故ですよね。まあいろんなベイビーの個人的なトラウマの原因になっている交通事故のシーンで両方出てくるわけです。なので、まあ二つとも結局は母の記憶っていうのと結びついているっていうのが、
イメージとしてまとまりを作っている、まあ一番の工夫なのかなっていうふうに思いますね。まあ最終的にはですね、この二つのモチーフとも個人的なトラウマっていうニュアンスを剥ぎ取られて、ただの車と音楽になるっていう、そういうようなまあ描かれ方をしてるんですけども、っていうことは続編ではですね、ベイビーの内面のドラマを描けないっていうことになると思うんですけど、あ、ちなみに続編をなんかそのやるってことが発表されてるんですけど、まあ、今作と同じようなやり方で、そのベイビーの個人的なその母親離れのドラマとカーアクションとをこのミックスしてカタルシスを生むっていうやり方多分できなくなると思うんですよね。なので続編をちょっとどう処理するのかっていうのが僕は個人的にすごく気になっていますね。で、一つ僕が可能性としてあり得るのかなっていうのは、何かから逃げることとしての車っていうのをやめるっていう話だったので、まあもしくは音楽ですねっていうのをやめるって話だったので、じゃあベイビーにとって車とか音楽っていうのはどういうポジティブな意味があるのか、自分にとっての主体的なその車と音楽っていうもののあり方を問い直すっていう2作目だったらあり得るのかなと思っていて、でもそれって限りなくワイルドスピードに近いようなっていう気がするんですよね。ワイルドスピードもなんかその趣味で走り屋やってる的な、その男たちのなんかプライドの走るとはみたいな、そのプライドのあのぶつかり合いみたいな話だったので、これちょっとだいぶワイルドスピードみたいな話になるけど大丈夫かなっていう気もするのと、まあ、もしかしたらあれですね、ベイビードライバー VS ワイルドスピードみたいな、そういうのもありかもしれないですね。この、まあ、最近そのユニバース化的なそのいろんな作品がミックスするっていうのが流行ってるので、ちょっとその2つが合流とかもちょっと見てみたい気もしますけどね。まあ、それは半分冗談半分本気っていう感じなんですけど、関係ないですけど、ワイルドスピードあと2作でね完結みたいなこと言われてますけど、最後どういう終わり方になるんですかね。なんか最後の最後でベイビードライバー参戦とかなったら個人的にはめちゃくちゃ嬉しいんですけどね。そこだけ音ハメ演出とかされててね、まあ、もしくはこのゲッタウェイドライバーもののフォーマットって基本的に探偵ものに似てるっていう話があったと思うんですけど、じゃあ探偵ものにしちゃえばいいんじゃないっていうその話もあると思うんですよね。まあもちろん何かを操作するっていう話じゃなくても、逃亡中のベイビーとデボラが出てきて、でそのベイビーとデボラの話はサブプロットにしちゃって、メインはこの街から逃げ出したいと思っている、その逃げたい人、逃亡者のキャラクターがいて、それを主人公にして、その人のドラマをメインドラマにしちゃえばいいと思うんですよ。ゲストキャラがメインキャラになって、それを主人公にして、でそれをヘルプするヘルパーとしてベイビーが出てくるっていう方式だったら、これ何作でも作れると思うんですよね。でそのさっきの車のポジティブなニュアンスみたいな話が、強いて言えばベイビードライバー1作目ではやり残したテーマとしてあると思うんですよ。ベイビーにとって車ってその入れ替え可能なものなので、まあ、いろんな車が入れ替わり立ち替わり出てきて、愛車っていう概念がないんですよね。逆にその愛車、車っていうものを深く深く愛している、まあ、仮に女性整備士としましょう。女の子の整備士のキャラクターが出てきて、で、田舎町に住んでてね。で、家族が、まあ、なんかその犯罪まがいのことをしていて、それに悩まされてるみたいなキャラクターが出てきて、で、ベイビーがなんか車が故障したかなんかでその町に寄って、その子と出会うんですよね。で、車が大好きな、その、女の子と会話して、まあ、実はもっとなんか、大きな自動車工場がある町とかに行って、プロのエンジニアになりたいんだけど、まあ、今は町工場にいるんだよね、みたいな。話とかして、なるほど、みたいな、ベイビーとなる。その主人公が、ベイビーのことをだんだん好きになっていくんだけども、途中でデボラっていう、その、恋人がいるっていうことに気づいて、ああ、みたいになるみたいな展開とか、でもその、なんだろうな、その彼女の家族がなんか問題を起こして、犯罪組織に追われることになって、ベイビーに仕事を依頼して、その街を出なくちゃいけないみたいな話とか、これいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。どうですかねって言われてもって感じだと思うんですけど、まあでも僕このベイビードライバー1作目すごい好きなので、2作目あったらもう絶対劇場で見たいですね。まあ、その時はですね、ぜひハドプンでもすぐ取り扱いたいなと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。今回はこのあたりで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。